ようこそ。ここが僕のホームさ。お帰りなさい、いつきさん。お客さんですか、いつきさん。お茶用意しましょうか。ありがとう。僕の友達だからもてなしは自分でやるよ。君たちは奥のテーブルへどうぞ。荒っぽい連中ばかりで驚いたかい？君の言う通りだよ。腕はかなりいいけど、性格は難ありなのが多いかな。あんたはまだ知らないだろうけど、いつきさんのスコードロンアルファルドは有名なんだよ。集団戦なら GGO でもベスト5に入る強さで、トッププレイヤーでなければ加入できないって話もあるくらいよ。我々のスコードロンにそういったルールはありませんよ。すべてはリーダーのいつきさん次第ですから。申し遅れました。私はパイソンと申します。以後お見知りおきを。彼はアルファルドの実質的なまとめ役さ。僕は大抵フラフラ遊んでいるからね。ご冗談を。みんな五木さんを慕ってきたものばかりです。どうせ遊ばれるなら彼らの相手もしてやってほしいのですが。そうなんですか。五木さんって強いし頭もいいし人望があるのも納得ですね。クレハさん、あなたは人を見る目がありますね。全くその通りです。人望ね、なんかうさんくさいな。僕はみんなの夢や話を聞いてあげただけなんだけど。みんなに認められたい、かっこよくなりたい、銃を撃ちたい、戦場を味わってみたい、何より強くなりたい、強者として頂点に立ちたいとかね。不思議だね。仮想空間だから実現できるとでも思っているのかな。おかしいですか。こういうのって普通だと思いますけど。普通か。その定義が何なのかによるけど、 VRMMORPG のプレイヤーの多くがそうなんだから。GGO においてそれらの願望は普通と言えるだろうね。そうですよ。他にも銃を使ってみたかったり、友達欲しいとか理由はいろいろあるんでしょうけど。なるほどね。つまり誰もが何かしら求めるものがあってきているというわけだ。この広大で無限の可能性を秘めた GGO へなんてね。我ながらかなり青臭いな。ちなみに君たちが GGO に来た理由は？私はもともとゲームが好きで、眼芸にも興味があったから。もちろんやるからにはトップを目指しますけど。大した理由はない。退屈を紛らわせるためさ。君はどうなんだい？私が誘ったから来たんだものね。特に理由はないんじゃない？君たちはリアルでの知り合いなのか。じゃあ GGO を続けているのはただの付き合い？じゃあ君が GGO を続ける理由が見つかったら教えてほしいな。
君はもしかすると普通ではない答えを見出すかもしれない。いや、どんな答えでもその人が考えたものだ。どれほど凡庸なものでも価値がないとは言わないけどね。そうだ、君が答えを出す過程も見てみたいな。よかったらうちのスコードロンに入らないかい？これは僕の勘だけど、君は将来何かとんでもないことを成し遂げそうな予感がするんだよね。まああくまで勘なんだけど。だからどうかな。もちろんクレハ君も一緒に来てくれて構わない。イツキさん、初心者のスコードロン入りというのはいかがでしょう？他のメンバーの士気に関わります。高レベルプレイヤーしか加入できないなんて規則を僕は作った覚えがないんだけど。どうしますか、マスター？了解。無理強いをする気はないよ。けどさ、君の友達になるのは構わないだろう？なら決まりだ。僕が君のパーティーに入るよ。そうと決まれば、早速フレンド登録をしよう。待ってください。いつきさんが初心者のパーティーに入るなんて、仲間たちは納得しませんよ。それをうまくまとめるのがパイソン君の役割だろう。スコードロンの運営は任せた。僕はしばらくこの人たちと遊ぶよ。よろしくお願いします、イツキ。嘘でしょ。外に出るときは絶対に声をかけてくれよ。久しぶりに退屈を忘れられそうだ。マスター、あそこにシノンがいます。誰かと話をしているみたいね。邪魔しちゃ悪いんじゃない？だけどあんまり楽しくなさそうです。気になるからこうですよ。効率のいいクエストを見つけたんだ。これから一緒に行かない？ごめん、ちょっと約束があるの。そうか、じゃあまた今度。浅田さんが都合がいい時に。お願いだからシノンと呼んで。リアルの名前を呼ぶのはマナー違反よ。ごめん、つい。でも僕はシノンに新川くんって呼ばれたら嬉しいけどな。個人情報を漏らすのはまずいよ。誰に聞かれるかわからないんだから。そうだね。そういう警戒心が強いところ、ここっぽくていいな。私はそんなんじゃない。相変わらず変な課題評価をするのね。偶然ね。シノン、この人たちは？最近できた友達よ。はじめまして。僕のアバター名はシュピーゲル。シノンとはリアルで長い付き合いの関係なんだ。まさか GGO で会うとは思わなかったわ。そんな話全く聞いてなかったもの。シノンをびっくりさせたくてね。それに僕は分かっていたから。いつかきっとシノンがここに来るって。むしろ意外だったのは銃のことだよ。VR 空間なら平気なんて、どういう理屈なんだろう。その話はやめて。人に聞かせる話ではないわ。ああ、ごめんごめん。そうか、この人たちは知らないんだね、シノンの過去。じゃあ、僕はこれで失礼するよ。またね、シノン。ごめんね、話
私の邪魔をするつもりはなかったんだけど。いいの、むしろ助かったわ。シュピーゲルは一応友達なんだけどね。彼は長い付き合いとか言っていたけど、キリトたちとの方がずっと長いから誤解しないでね。そうなんだ。話の感じから私たちみたいな幼馴染かと思っちゃった。違うわ。あるゲームもう終わっているんだけど、そこでキリトやアスナ、リーファたちと出会ったの。彼、シュピーゲルと知り合ったのはそのゲームを終えた後だから。地元の図書館で顔見知りになって何度か話すようになったの。でもそれだけよ。リアルでたまにお茶するくらい。最近はこうやってゲームでもたまに話したりするけどね。彼は根は悪い人ではないと思う。だけどどこか変に思い込んでいるところがあるから気をつけて。実は GGO に来る前にやっていたオリジンでちょっとトラブルがあったの。その時は随分キリトたちに助けてもらったわ。今は彼も反省しているって言うから大丈夫だとは思うんだけどね。そうだ、私これからホームでアスナたちと待ち合わせなの。よかったら一緒に行きましょう。いいわね。途中で美味しいお菓子でも買っていこう。賛成。あったかいお茶でも飲みたいわ。こんにちは、レイちゃん。それと幸運なニュービーさん。攻略の進み具合はどうかしら。まあまあってところなのです。マスターはまだニュービーなので。確かに特別早い進行って様子じゃなさそうね。攻略に求められるのは運より実力だもの。あんまりのんびりしてると SBC フリューゲル解放のアップデートに乗り遅れちゃうわね。レイちゃんも早くすべてのパーツを集めて本来の機能を取り戻したいわよね。自分のマスターに早く攻略してほしいなんて言いづらいわよね。わかるわ。これだけだとただの意地悪になってしまうからアドバイスをあげるわ。アバシスのパーツは残影の荒野以外にもあるわ。あなたはまず各フィールドを解放する必要があるわね。フィールドの解放条件はフィールドボスを倒すこと。わかりやすくって簡単でしょ。でもフィールドボスの攻略が簡単ってわけではないわよ。さっきも言ったけど運だけで勝てる相手ではないの。フィールドボスを倒せて初めて脱ニュービーかしら。ひとまずは残影の荒野のフィールドボスを倒して次のフィールド、砂に覆われた孤島の解放を目指すといいわ。それじゃあね、レイちゃん。あなたのマスターと仲良くね。マスター、フィールドボスを倒して、新しいフィールドを解放しましょう。確かにマスターはニュービーですが、マスターの実力なら大丈夫なのです。ファイト!おーですよ!発見!ネームドエネルギー強敵だわ。到着だ。お疲れ。やっ強そうだ。気をつけろ。回復を頼む。弱ってないよ。嘘だろ。弱ってないよ。最高です。ありがとう。オンに切る。まだまだいけるぜ。Thank you.
嬉しいぜ、倒した。まだまだいけるぜ。ありがとう。倒した。やるわね。クレハ。弱ってるわよ。今がチャンス。すごいのです。これなら。わーい。すごいな。手を貸してくれ。弱ってるぞ。今がチャンス。ナイスプレー。任せてよ。やるな。スナイパーに注意しろ。グッチャン、キッド、嬉しいぜ。悪い、手伝ってくれ。最高です。やるわね、クレハ。おう、弱ってるわよ。今がチャンス。素晴らしいです、素晴らしいです。投げるわ、投げます。強そうだ。気をつけろ。弱ってるわよ。今がチャンス。すごいのです。弱ってるわよ。今がチャンス。やった。いいぞ。これで終わりだ。スナイパーに注意しろ。レアモノか。よかったな。食いつかれ。やるわね、クレハ。嬉しいぜ。ネームドエネミーだ。倒せるか。いいかな。弱ってるわよ。今がチャンス。素晴らしいです。弱ってるわよ。今がチャンス。まだまだいけるぜ。倒した。最高です。弱ってるわよ。今がチャンス。到着だ。お疲れ。決まった。やった。これなら。トレジャーボックスがあるぜ。わーい。どうしましょう。エネミーだ。ナイスプレー、キッド。おう、入った。はーい。なかなかいいアイテムね。おめでとう。はーい。弱ってるわよ。今がチャンス。グッジョブ。ありがとう。まだまだいけるぜ。最高です。アボシス、嬉しいぜ。見つけた。やった。スナイパーに注意しろ。まだまだいけるぜ。最高です。アボシス。あ、弱ってるわよ。レネード行くぞ。すごいのです。いいかな。すごいのです。なかなかいいアイテムね。おめでとう。やるな。お疲れ。いいペースだ。弱ってるわよ。今がチャンス。すごいのです。グッチャン、キッド、ありがとう。すごいかな、クレハ。おう、弱ってるわよ。今がチャンス。これで終わりだ。これなら。わーい。エネミーだ。スナイパーに注意しろ。強そうだ。気をつけろ。やるわね、クレハ。嬉しいぜ。すごいな。グッジョブ、キッド、ありがとう。到着っと。お疲れ様。さよなら。エネミーだ。やった。
発見。スナイパーに注意しろ。手をかけてくれ。弱ってもグッジョブ。キッド、ありがとう。最高です。ナイスプレー。キリトさん、スナイパーだ。各種警戒。グッジョブ。キッド、おう。なかなかいいアイテムね。おめでとう。最高です。お疲れ。いいペースだ。倒した。これで終わりだ。やってみせる。これでどうだ。最高です。アポシス、ありがとう。エネミーだ。うわー、やった。スナイパーに注意しろ。まだまだいけるぜ。最高です。ありがとうな。弱ってるわよ。ふってへい。倒した。まだまだいけるぜ。スナイパーに注意しろ。やった。いいじゃん。弱ってるわよ。今がチャンス。倒した。素晴らしいです。アポシス、おう。素晴らしい。ふってへい。ふってへい。ヘイトを回してくれ。ほっ、ヤク。ヤク。まだまだいけるぜ。ナイスね。キッド、ありがとう。グッジョブ。フッテヘイ。いいじゃない。フッテヘイ。弱ってるわよ。素晴らしいです。どうせ暗いなさい。弱ってるわよ。今がチャンス。グッジョブ。チリトさん、ありがとう。最高です。アボシス、おやった。はい、そのせい投げるわ。遅いな。最高です。アポシス、嬉しいぜ。素晴らしいです。まだまだいけるぜ。すごいのです。やるわ。ありがとうな。ブレイクよ、畳みかけて。すごいのです。やっ、ふってへい。はっ、ふってへい。た、ふってへい。ふってへい。はっ、ふってへい。はっ、やっ。キリト、なんでしょう。ふってへい。はっ、やっ。そうだな。キリちゃんは、ジジネード行った。ジジネード行った。ジジネード行った。弱ってるわよ、今がチャンス。最高です。任せてよ。弱ってるわよ、今がチャンス。行くわよ。やっ、ふってへい。すごいのです。ドレジャーボックスだ。
フッヘイ、あった、発見、手を貸してくれ、見て、警戒し続けるんだ、手を貸してくれ、なかなかいいやん、おめでとう、手を貸してくれ、グレネード1番スナイパーで注意して倒した、素晴らしいです、アムス、おう、グッチャン、キード、ありがとう、すごいじゃない、要注意エネミーなので、やばくなった、すごいじゃない、クレハ、嬉しいぜ、ブレイクよ、畳みかけて、弱ってるわよ、エネミーなのチャンス、最高です、炎上状態、寝ろ、これなら、やった、トレジャーボックスよ、投げるわ、投げるから、最高です、これで終わりださあ、ふってへい、はっ、やっ、やった、トレジャーボックスよ、ふってへい、はっ、た、ふってへい、はっ、クレハ、ふってへい、はっ、やっ、た、ふってへい、ふってへい、わあ、発見、すごいのです、すごいすごい、これで終わりだ、スナイパーに注意しろ、グレネード行くぞ、グレネード行くわ、投げるわ、手を貸してくれ、やるな、すごいのです、すごいすごい、まだまだいけるぜ、くらえ、すごいのです、俺たちの勝ったな、発見、はーい、やりました、倒した、最高です、アブス、おう、エネミーだ、スナイパーに注意しろ、スナイパーに注意しろ、すごいじゃない、クレハ、嬉しいぜ、無理しないで、やった、すごいじゃない、クレハ、おう、ナイスプレー、弱ってるわよ、今がチャンス、ヘイトを散らしてくれ、弱ってるわよ、やっ、ふってへい、ふってへい、アイテムですね、やったーなのです、素晴らしいです、警戒し続けるんだ、弱ってるわよ、食いつかる、いいじゃない、レアアイテムか、ついてるな、弱ってるわよ、今がチャンス、ナイスプレー、キード、ありがとう、それに、レイちゃんのマスターさん、ゼリースカ、マスターはフィールドボスをちゃんと撃破できたですよ、よかったわね、レイちゃん、マスターがちょっとは人並みに頑張れる人で、
マスターはやるときはやるのです。でもね、砂に覆われた孤島にも同じようにフィールドボスがいるのよね。当然残影の荒野のフィールドボスよりも高レベルよ。あら、やる気はあるのね。やる気があるのはいいことだと思うわ。実際できるかは別にして。そうね、でもここのフィールドボスをクリアできたら攻略最前線に追いつくことも夢じゃないかもしれないわね。それじゃ SBC フリューゲル解放のアップデートに間に合うよう頑張ってみるといいわ。マスターのやる気、私も感じましたですよ。砂に覆われた孤島のフィールドボスも頑張って攻略しましょう。ファイト！あーなのですよ。この前はどうも、シノンのお友達さん。君って初心者なのにアファシスを手に入れたんだって？いいな、リアルラックが高い人は。しかもシノンたちといつも一緒なんだろ？強いプレイヤーと一緒に狩りができれば効率もいいよね。どうやってシノンたちに取り入ったんだい？僕なんかステータスの振り分けを失敗して散々だよ。アジリティ型最強とかいうデマを信じた僕がバカなんだろうけどさ。ステータスなら振り分けが可能です。方法はですね、そのくらい知ってるさ。でもステータスを振り直したら今までの装備も変えなきゃならない。どんなに狩りに行ってもろくな武器がドロップしないし、そのせいでランキングにすら入れない。最悪だよ。今度こそ完璧にやり直すはずだったのに。冷たいなあ。シノンから何か聞いたかい？いや、シノンは自分から話すタイプじゃないな。そうだ、あいつから聞いたんだろう。本当に君は何も知らないんだね。あいつキリトには気をつけた方がいいよ。善人面して人の大事なものを勝手に奪おうとする。シノンはあいつのせいで変わってしまった。君たちもあまりシノンには慣れ慣れしく近づくな。彼女はすごいんだ。強くて、クールで。君たち普通の人間とは違う世界にいる。彼女は、特別な存在なんだ。